僕の名前はリョーマ。坂本峠で生まれたんだ。僕の父さんは昔町で飼われていたそうだ。だから都会っ子だって自慢するんだ。何しろ人間の世界では人気の高い犬だったらしいよ。ペットショップで随分高かったみたい。でも大きくなると捨てられたんだ。なぜだかわかんないけど、父さんが可愛くなくなったからだって。人間っていい加減だな。それからの父さんは生きるのに苦労したそうだ。でもね、森の中で同じように捨てられた母さんと出会い、僕や妹が生まれたんだ。食べ物さえあればね。それから寒い冬さえ来なければ、森の中は素晴らしいところなのにな。Show
足跡を残しながら